はい、大家好、金瀬です。今日もよろしくお願いいたします。今日の内容は、トラケンを体験していただこうと思ってます。中国武術の中に、剣種は何百種類もあります。例えば、トラケン、ツルケン、サルケン、少林拳、太極拳、南拳などなどたくさんあります。これからもちょっとずつみんなも体験していただこうと思っております。よろしくお願いします。今日トラケン中の3つの技使って一緒に動こうと思ってます。この3つの技こう練習していくうちに太もものトレーニングにもなります。やっぱりこう健康に足の丈夫さすごい大事もね。中国の一つことわざ、いつも中国のことわざ言ってますけれども、そういう、古いことわざめっちゃ好きね。だからついつい言ってしまうのでね、聞いてくださいね。でつまり足の大事さは、一つことわざは樹老根先枯、人老腿先衰。日本語から言ったら、つまり老化した木は根から枯れる。そして人の老化は足から衰えるということです。だから足頑張って鍛えていくと、ずっと若々しく保つことはできるので、もちろんみんな指示するときは無理しないで、子供はやっぱりこうカンフちょっとずつでもこれでやったら知られる、そういう機会にもなります。でちょっと足腰今のところはそんな強くないと思ってる方は、まず高くて、そして足上げるときはその足逆に上げるときは低くて十分です。まず真似してちょっとずつ安定感ね、良くなっていきますので、絶対無理しないでくださいね。よろしくお願いします。それでは今からトラケンの体験始めます。はい、それでは始めますね。まず手の形、虎の手、虎の爪の感じで5本指しっかり曲がって、そして後で出す時また手首こう立てる時もあります、ね、こういう感じ。そしてはい、かきかけする時ね、虎の手。じゃあまず一緒に真似しながらやっていきます。はい、立ち姿勢からお願いします。そして先の虎の手の形、胸の前に置いて、で両手外に回しながら、はい、開いていきます。その時腰ね、みんなは右ですね、左鏡っていう感じで、そしてはい、みんな右の足出してください。この感じ、一番目の動き。そしてはい、しゃがみながら足横に出して、つま先斜め、自然に斜めでいい。そして右の手、右の膝の上にのところを置いて、反対の手腰の横に、ね、直してください。でここは2つの動きで、3つの動きは、はい、前も習ったの、足踏ん張ってかかともくっついて、そして、ね、腰の手前にそのまま押す。で右の手は、ね、反対の手の腕の下直してください。はい、じゃあ次 これで3つ動き終わります。あと次直す動き、ね、重心は後ろ移動してつま先正面戻って、はい、もう一回手胸の前に戻りました。はい、じゃあ次反対いきますよ。はい、もう一回腕外にこう回しながら、はい、出して膝も正面出して、
はい、じゃあ次、しゃがみながら前の手こう下に押して、反対の手は腰、そして次、はい、トラの手前に押す。はい、じゃあ次、コミツ終わりまして、反対も終わって、はい、一回中心移動して戻りやすいように、はい、つま先正面、そして次、はい、もう一回胸の前に戻って、それで終わり。この3つの動き、あ、ちょっとややこしい、足出しながら手の動きとかね、あの、確かに複雑です。もう一回ゆっくりいきますよ。はい、1、用意して、膝上げて、2、足下ろして、手押さえて、片手腰。はい、じゃあ次、前に押します。左のね、手パッとして、そして中心移動して戻ります。反対いきますよ。2個目の動き、1、はい、2つ目の動き、2、はい、3、はい、戻ります。はい、続いていきますよ。1、2、そう、足ね、しっかり、それ膝中に入れないように、入れたら膝に負担かかるからね、こう太ももの練習を、はい、は、はい、中心移動して、それ前の足しっかり踏ん張って、自分の体重そう起こして立ってください。そう、次、一番目の動き、バランスの練習になります。支えてるの、足のバランス、2、後ろ、元だ。はい、直します。はい、 OK。 一連すごいこう覚えにくいです。あ、3つの動きしかないから、一つは慣れてない、もう一つはこうバラバラの動き、体もひねながら、足出しながら、手も出さないといけない、最後は一緒に完成しないといけない。それで、あの、ちょっとね、複雑感じるかもしれない。慣れてきたら意外に、あ、そんなに難しくない、しかも面白いと感じるのでね。2個目の動き、ね、声をパッて上げて、膝上げて、支えてる足のバランスしっかり、ね、次、しゃがむ、はい、で次、同じ太ももしっかり支えて、はい、このまま立っていきます。結構足の練習になります。同時にもね、全身の運動にもなりますもんね。じゃあ次、3回連続、一連の動き3回連続していきますので、よろしくお願いします。よい、1、2、高くでいいですよ。3、4、戻ります。1、2、3、はい、戻ります。2回目、1、2、3、4、1、2、3、4、最後1回、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、終わりました。連続3回、連続3回
結構、あ、結構しんどいですねと思うかもしれない。ちょっとずつ練習するうちに、繰り返して5回でも頑張ってみようかなとかなりますので、まず高く、無理しないようにしていただいたら、ちょっと安心と思いますので、はい、じゃあ今日のトラケンの体験ここまで終わります。お疲れ様でした。はい、じゃあ終わります。はい、それではまた明日、バイバイ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。